2年間一緒にやってたんですけど、あの別れて別れて喧嘩別れしそうそう笑いそうまああのいい時も、ひとみはザ・ひとみとして今もやってます。で、私は今やってなくて、あのもう本当にライブ自体も5年ぶりだし、ギターも弾いてなく、で、あのまあ多分知ってる方は知ってると思うんですけど、娘が生まれて、まあ先天性心疾患で亡くなったんですけど、まああのすごいみんなに応援していただいて、あの なんだろうな、なんかすごい頑張れましたっていう感じなんで、ちょっと頑張れたんですけど、まさかアムールでまたライブができるとは思ってなかったんで、ね、本当に嬉しいです。あの、あ、もういつも泣いてる私より泣いてるっていうね、そういつもその話なんで、まあ泣く、まあね、でも本当にね、アムールでこうやってまたできるっていうこと、なんかみんな近くにずっといるんだなっていう、こう一人頑張ってるのって一人じゃないんだっていうことを思わされたし、思うことができたし、だからなんかこうもう私の中ですごい感謝でいっぱいだし、あの皆さんにですね、皆さんに感謝だし、あのアムールで瞳もずっとこうやってまたやろうって言ってくれて、いい相方を持ったなって思って。ちょっとね変わってますけど、それがお互い様な、お互い様ですね。そう、でもすごい楽しい、もう人と会うともずっと笑ってられるしっていう感じです。ええね。でも今日はまあそう、カノンちゃんって言ってた娘の名前、カノンちゃんも一緒に、うん、あのママの歌好きって言ってくれてたみたいで、言ってくれてたみたいでというか、そうやって教えてくれた方もいて、なんかあの。また歌おうかなって思っております。じゃあ名残惜しいですがね、整えてもらって、はい、よかった耐えた、私泣かんかった。大丈夫かな、頑張ろう。でももう本編終わりましたからアンコールは残業と一緒だった。おい。残業代出ますか。最後じゃあ綿毛ふわふわという曲を。どうもありがとうございました。ありがとうございます。
して。